ちは、陽子です。打ち捨てられたひまわり、10年前ぐらいでしょうか。やるせない怒りに似た気持ちで久しぶりに描いた20号の油絵です。街中でも初めて通る道には小さな驚きや発見がありますよね。港の近くに新しいショッピングモールができて、初めて市営住宅前を通りかかった時、花壇にあふれるように咲いたひまわりを見つけました。その道を通るたび、その勢いに圧倒されるほどの生命力を感じました。スケッチしに来ようと思いながら、のびのびになっていた雨上がりの暑い日に、ようやくその花壇を訪ねると、ひまわりが跡形もなく消えていました。そんなはずはないと周囲を見回すと、建物脇に折られて抜かれたひまわりの山積みになった残骸がありました。盛りを過ぎたとはいえ、まだつぼみもたくさんついています。もちろん花壇の管理をしている人が悪いわけではありません。ただあんなに勢いよく咲いていたのに、その無残な姿を前に足が止まってしまい、そのまま立ち去ることができず、捨てられたひまわりの一部をもらって帰りました。バケツに入れて泥はねを洗い流しながら、これって子供の頃捨てられた子犬を拾ってきた時と同じ感情だと気づきました。かわいそうで切ない気持ち。そうか、子供の頃喜怒哀楽の間を埋める言葉の種類が足らず、自分の心もうまく整理できなかった。忘れていたモヤモヤの正体を垣間見た思いでした。長く生きてきても自分の感情をまっすぐ見つめ受け止めることは難しい。映画や小説にたくさん触れてきても、生身の感情はなかなか分別整理することが困難です。打ち捨てられたひまわりはいかがでしたか。記憶のかけらがよみがえる入り口になれたら嬉しいです。またお会いしましょう。